皆さんこんにちは、オリックスを語るチャンネルです。気がつけばもうシーズンも一周して、徐々にこうチームごとにね明暗が分かれてきてますけど、まあオリックスでね、僕はまだまだこう希望を持っているので、2連覇っていうのは全然諦めてないです。今は本当にね、戦力をこう整理して上位に食い込んでいく、そんな可能性をひしひしと感じているので、もう全然大丈夫です。で、今オリックスはですね、まあコロナでの離脱者っていうのが非常に多くて、緊急事態になりつつありますよね。これまでも伏見選手であったりとか、頓宮選手、黒木投手、宗選手、小木田選手らで、富山投手や山田投手なんかも最近まで隔離されてて、まだちょっと調子がね上向いてこない状況ですよね。で、優勝した去年っていうのは、まあ、コロナでの離脱っていうのがほとんどなかったので、やっぱり改めて見るとね、めちゃめちゃラッキーやったんじゃないかなと思うんですよ。で、そんなですね、まあ、離脱者が多い中でも、借金一桁の範囲でなんとか、まあ、いるメンバーでやりくりをしているのかなと。で、コロナのね、離脱っていうのはなかなかちょっと予想できないことですけど、やっぱりそれと同じくらい首脳陣のこの頭を悩ませているのが、まあ、期待してたりとか、計算に入れてた選手の調子が悪いことなんじゃないかなと思います。例えばね、計算をしていたというと、正隆であったりとか、ラオウ、紅林選手、宗選手らなどが、まあ、揃ってね、不調であったりとか、打線全体で見ても、かなり不調で、なんとかこう、致命的な位置には、いない状況を保ってます。で、佐野光大選手であったりとか後藤選手の、まあ、奮起によってですね、まあ、去年は出てこなかった選手っていうのが頑張ってくれている、まあ、おかげですけど、監督もね、そのうちやっぱり打ち始める、やろうぐらいにしかやっぱり思ってなさそうですよね。で、一方でですね、打撃以上に深刻なのが、もしかしたら先発陣なのかもしれないなというふうに思ってます。というわけで、今回はオリックス早くも先発不足になるのかというテーマでお話をしていきます。オリックスバファローズ先発ローテ早くも不足気味。ローテ6枚のうち由伸、山岡、宮城、田島、幸也投手の5枚は盤石なんですけど、山岡投手は怪我明けということで、ちょっと無理はさせられない状況です。期待していた総二郎投手がかなりちょっと厳しい感じで、開幕カードの西武戦では5回4失点で、この間のソフトバンク戦でも3回5失点と、まあ、このソフトバンク戦を見た時にですね、もう総一郎投手の先発はこれで最後になっちゃうんかなと思っていたんですけど、一応中島監督的には次もチャンスを与えるというふうに言っていたので、まあ、投げるんだろうなと思うんですけど、仮にね、次結果出したとしても、カードの頭が総一郎投手っていうのはちょっとこう厳しいんじゃないかなと、思いますし、ちょっと安定感をね、欠けることにはやっぱり変わらないんで、このあたりちょっとどうしていくのかということですよね。で、今更ちょっと総一郎投手を2軍で育成っていう風に感じでもないので、いっそのことちょっとリリーフに転向してみても面白いんじゃないかなという風に思うんですけど、どうですか？今オリックスのリリーフ陣っていうのがちょっと隔離とか調整でかなり人材不足なので、総一郎投手をこう後ろの方に配置替えできたらなっていう風に思うんですよ。で、やっぱりリリーフでこう圧倒する、まあ、条件としては、まあ、威力あるまっすぐがあることと、こうね、大きな武器になる変化球を持っているっていうことが必要かなと思うんですけど、やっぱりね、先発になると体力的にちょっとこうセーブしながら投げることが多いかもしれないんですよね。で、変化球もコットン直伝のナックルカーブがあって、もっともっと質っていうのを高められそうなので、後ろでまっすぐとカーブ全力投球できれば、意外とですね、これ圧倒するリリーバーになれるんじゃないかなというふうに思うわけですよ。で、ローテ7枚目として期待されてたバルガス投手ですけど、個人的にはですね、あのリリーフ向きと思っていて、まあ、てっきり今年もね、開幕からセットアッパーやるんだろうなと思っていたんですけど、蓋を開けてみれば、あの開幕ローテとして、意外でしたけども、投げていたので、まあ、楽天戦でね、5回4失点と敗戦投手のようになっちゃってますけども、やっぱりこのリリーフ向きかなと思うんですよね。で、まっすぐは最速がだって159キロでしょ。で、日本シリーズで中継ぎでちょっと打たれてましたけど、やっぱり僕はリリーフで見たいなと思います。で、まっすぐだけじゃなくて、縦の変化のスライダーと高速シンカーとかもあるんで、まあ、全力でね、後ろで投げてほしいですし、ちょっとね、ローテとリリーフ両方ちょっと人材不足なんですけど、バルガス投手は後ろの方がいいんじゃないかなと思います。で、そうなると、仮にね、ローテを6枚で行くとすれば、あと一人必要なわけなんですけど、2軍でね、増井投手っていうのは短いイニングしか投げてないですし、竹安投手も怪我で行方不明と。じゃあ、まあ期待がかかるのが助っ人のワゲスパークですけども、コロナでね、来日が遅れていたので、今ね、2軍で調整をしてますよね。
去年のオフで 3A の投手で一番こう去就が注目されていた選手で、おすすめのね助っ人動画でも紹介をしましたけど、4番手くらいのローテはできそうだと思うので、まあ、特徴で言うと2メートル近い、まあ、長身で平均球速も148キロぐらいですよね。で年齢的にも、まあ、27歳8歳と一番こう脂が乗っている時期だと思うので、やっぱりかなり期待ができるんじゃないかなと思います。でビドル投手がねああいう形に今なってますから、ちょっとねワゲスパックにはちょっと強めの期待がねどうしてもしちゃいますよね。でオフに、育成契約を結んだ中村勝投手はどうですかね。まあ、メキシコで最多勝、最優秀防御率、最優秀投手と、もうメキシコナンバーワンの投手になったわけですけど、まあ、オリックスでの投球を見る感じだとちょっとこう球威がきつそうだなというイメージを持ちます。まあ、平均球速も140ないぐらいで、空振りとかもね取れてなくて、まあ、何度かこう技術で詰まらせたりしながら抑えてるっていう感じをしているので、まあね、たまたまこう抑えてるっていう感じではないので、ちょっとこう技術的な部分で何とかこう抑えてるっていう印象を受けてます。なので他球団で言うと楽天の竹中投手に、まあ、球威的にもスピード的にもちょっと近いんですけど、そんなね竹中投手はローテに入ってますから、中村投手もねどうなるか分かんないですけど、今ねファームでこう先発調整をしているってことは、ちょっとかなり崖っぷちには状況的にはなっているのかなと思うので、ここからね巻き返しを図ってちょっと期待をしていきたいなと思ってますね。で育成つながりで言うと、とっておきなのがですね、最後に東晃平投手なんですけど、毎年ね支配下支配下って言われてますけど、まあ、タイプ的にはちょっと中継ぎはちょっと違うんじゃないかなと思うので、まあ、育成選手でね、ローテの6番手担える時点で大貢献ですから、ちょっと面白いんじゃないかなと思ってるんですよね。でオフで、まあ、支配下登録されるんやろうなと思っていたんですけど、ね、育成で再契約ですよね。ってことは他球団も獲得をやっぱりしなかったわけですよ、ね、支配下で声をかけたらオリックスの育成を断って他球団で支配下みたいな、まあ、日ハムからヤクルト行った宮台投手とかね、そういうケースがありえると思うんですけど、まあ、そういうこともなかったので、ちょっと支配下は難しいっていう判断をされてるのかもしれないです。で、今年はね、ファームで4試合に東投手登板をしていて、いずれも先発なんですけど、防御率も 2.70 と、まあいい感じです。まあこのままね、ずっと育成っていうのはちょっとあまりにもひどくないかっていうことですし、少なくともね、ここ数年は、まあ、支配下にしたらめちゃめちゃ面白いんじゃないかっていうくらいのレベルにまでね、来てるわけなので、ローテにこう困ってる今だからこそですね、試すべきじゃないかなというふうにちょっと思ってしまいます。その代わりにですね、やっぱり支配下になって結果が振るわなかった時っていうのは、ちょっと厳しい結果が、待ち受けてるんだろうなというふうに思うんですけど、逆にそこでね結果を出せば、もう瞬く間にローテに定着をして、まあ、躍進をねしていくわけですから、西武、まあの隅田投手だったりとか、広島の黒原投手、日ハムの北山投手、巨人の大勢投手、赤星投手だと、まあ、同い年ですからね、気合も入ってるんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、ぜひね支配下にしてもらえたらなと思ってます。というわけでローテ6番手7番手がピンチという内容でお送りをしてきましたけども、いかがでしょうか。まあ、竹安投手はね定期的に怪我をしてますし、バルガス投手は後ろ向き、総一郎投手は変化球が厳しい、ワゲスパックは調整中と、リリーフだけでなくて先発も人材不足感があるんで、ここは思い切ってですね東投手がどうですかというお話でした。まあ、リリーフよりもね先発タイプで一軍でこうそこそこ、やれると思うんですよ。開幕戦はねローテ陣が渋滞してましたけど、今はね故障とか隔離とか不調とかいろいろなことが重なってローテ不足になってますから、一球一球ですね考えて投げるこの東投手、ここあたりでですね、支配下にして、見てもいいんじゃないかなというふうに思います。今回の動画はですねここまでとさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。